最近はだんだん涼しくなってきて、過ごしやすくなってきたよね。夏も終わってみればあっという間だったよね。喉元すぎれば暑さを忘れるってやつかな。確かに真夏日が続いた時はこの世の終わりって気分だったが、終わってみればなんてことないよな。中国とのいざこざも、そんな風に楽観的に過ぎ去ってくれれば苦労しないんだけどね。良い中国人もいるんだから、もう少し穏やかに解決できるといいな。でもなぁ、そうもいかないよな。とはいえ、日本も着々と対抗すべく動いてるみたいだぜ。そうだね。今回は海上自衛隊護衛艦出雲でアメリカ海兵隊の F-35B の発着艦試験実施へ動いていることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。先日フライトデッキ改修工事を終えた海上自衛隊護衛艦出雲において今年度中に米海兵隊の協力を得て F-35B ライトニング2による発着艦試験を行う考えがあることを2021年7月に岸防衛省が発表したようだね。この会見で出雲の試験については改修を完了したフライトデッキで F-35B が支障なく発着艦が可能であるかを確認し、さらに今後も F-35B の空母運用実績を持つ米海軍及び海兵隊の協力を得て出雲加賀における検証試験を実施して、必要な改修や運用方法についての知見を習得していくみたい。出雲、加賀のパワー、計画だね。また9月1日には、米海兵隊大将のデビッド・バーガー海兵隊総司令がアメリカのシンクタンクである、戦略国際問題研究所 CSIS 及びや米海軍協会 USNI 主催のオンライン対話において、アメリカの F-35B ライトニング2戦闘機による出雲での発着艦試験を11月までに実施する計画があることを発表したよ。その2日後の9月3日に岸防衛省は、試験の具体的な内容は未定で調整を進めている段階で、現段階での詳細を述べることは差し控えているぜ。軍事上の情報は下手に情報を公開すると、かえって逆効果になっちゃうことがあるもんね。そうだな、力を示して相手の声声を抑えるメリットもあるが、情報を渡して対策されるデメリットもあるからな。防衛省では出雲型護衛艦改修費に計上している2022年度予算67億円の中から12億円を米軍の技術支援経費として要求しているんだと。2021年5月の定期検査に合わせて31億円の予算で1回目の出雲型改修工事が実施され、フライトデッキの耐熱強化処理と誘導灯、電源設備などの設置を完了しているようだね。次は2024年度末に2回目の改修をして出雲型の監視形状を台形から四角形に変更する工事が予定されているほか、先日2022年度予算から36億円をかけて着艦誘導装置を先行取得することが決定し、米海軍とレイセオン社の共同開発である着艦誘導装置 J-PULS JPALS を装備することも決まったよ。J パルスってどんなものなの？この装置は全天候型で、GPS 衛星信号と管制後方システム INS によって航空機を正確かつ安全に着艦誘導する自動システムとして空母必須装置であり、今回の予算では出雲分が請求されて装備され、加賀は後日の改修時に装備予定となっているよ。空母には欠かせない装置ってわけだね。うん、加賀は、2021年度に203億円の予算で1回目の改修工事が予定されており、先に出雲に施されたフライトデッキの耐熱化処理工事に加えて監視形状の四角形化工事も実施し、いよいよ新出雲型として披露されるよ。また、2022年度予算の13億円を当てて加賀の環境コイルにある航空管制室の視認性向上工事が実施し、窓の拡張やガラス素材の変更などを予定しているみたいだぜ。加賀がどんどんグレードアップしていくね。加賀は当初2022年度の定期点検時に1回の改修工事で完了予定だったが、艦内区画の整備について計画変更の必要が高まり見直されてしまい、2026年度から次回の定期点検時に2回目の改修が実施されることになったんだって。これらの経緯により出雲型護衛艦は、出雲が2026年に先行して改修を終了し、加賀の改修が終わる2027年に両艦が揃って空母として運用が開始されるよ。また、出雲加賀両艦の艦載機となる短距離離陸垂直着陸戦闘機の F-35B ライトニング2は、まず2022年度予算で4機分521億円が計上され、2021年度の2機分と合わせて6機が2024年度に調達予定になっているぜ。F-35B に関しては新飛行隊が編成され、
宮崎県の航空自衛隊新田丸基地に配備されることになっており、出雲型護衛艦へ正式に艦載されるまでは、同基地を拠点として鹿児島県馬毛島に建設中の SCLB 空母艦載機着陸訓練施設を利用しながら訓練を進めるんだとさ。出雲型護衛艦の2隻が揃って艦載機を搭載した空母運用は現在のところ2027年以降であり、それまでは両艦とも改修状況を見ながら米海兵隊や英海軍などと同様の、クロスデッキ的運用なども視野に入れながら運用していくことになるだろうね。この発着艦訓練は出雲型への海兵隊飛行隊配備との意味ではないことをバーガー海兵隊総司令は示しており、英海軍の空母クイーンエリザベスに米海兵隊の第211海兵隊戦闘攻撃飛行隊 VMFA211 を配備していることとは意味合いが違うと述べているよ。とはいっても、今回の発着艦訓練に参加する米海兵隊岩国基地所属の第121海兵戦闘攻撃飛行隊 VMFA121、および第242海兵戦闘攻撃飛行隊 VMFA242 とは、もし中国と有事が起きた際にはクロスデッキとして出雲型と共同作戦する可能性が大きく、F-35B 運用技術の取得だけに止まることなく積極的に共同訓練も行っていくだろうな。近年、西太平洋地域における強引な海洋進出を目指し軍備増強化している中国の脅威が顕著となり、それに対抗すべく西側諸国の結集が強まる中で、クアッド級 UAD 日米合印4カ国戦略対話日本プロジェクトが動き出しているよ。近年の軍事関係を語る上で、中国の動向は外せないほどの話題だもんね。そうだね。現在のところ日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国によるもので、共同軍事演習などは実施しているが同盟的な意味合いにはほど遠いと言われているよ。日本としては旧 UAD をさらに発展させ、3カ国を増やしながらその結束を固め、その昔旧ソ連が主導したラルシャラ条約機構に対抗するために創設され、ロシアに代わった現在においても強い結束を誇る NATO を北大西洋条約機構のような軍事同盟に育て上げるのが先決なんだよな。そうそう、そのためにも旧 UAD に参加しているオーストラリアやインドは、地政学上においても中国を抑え込むために重要な存在であり、確実に同盟を強めなければならないんだ。その他にも日本を仮想敵国とみなす韓国以外の東アジア諸国、中国と敵対関係にあるベトナムはもちろんマレーシア、インドネシア、フィリピンなど、中国寄りの国々への外交も強化させ、日本が主導権を取って、アメリカをオブザーバー的に据えるような軍事同盟に成長させていくと良いのかもね。出雲加賀の両艦が改修完了後、F-35B の艦載運用のためのフライトデッキ認証を取得するために、アメリカのメリーランド州まで出向かなくてはならないし、それは取得試験が当地のパタク船とリバー海軍航空基地所属の試験評価飛行隊 VX-23 しか実施できないからなんだ。現在出雲型で陸上自衛隊の V-22 オスプレイを運用する計画もあり、この認証試験も同時に受けると予想しており、そうなると出雲加賀の本格運用は2028年以降へと見積もられるな。中国がステルス戦闘機を察知できるレーダーを開発中という噂とあるみたいだし、軍備増強は急務なんだよね。ああ、でもだからといって F-35 の戦力化を早めるのは見当違いだ。まずは着実に出雲型の空母化改修を進めていくことを専念するべきってところなのかな。目の前のことを一つずつやっていった方が良さそうだね。あんまり欲張りすぎると中途半端になっちゃうから。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。